さん、もう間もなく第3クォーターが始まります。はい、徳部さん、ありがとうございます。オールオアナッシュ、ジャパンカップ、後半戦に入ります。そのようなコンセットでね、第52回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会準決勝、立命館宇治高等学校対立命館森山高等学校。後半戦は立命館森山高校のレシーブ、立命館宇治高校のキックオフで後半戦開始です。どのようなゲーム展開を予定するのか。キッカー25番内野聖吾選手、変わらずここも転がしていく。では久保選手、少しここは渡さずに立命館宇治高校キッカー25番内野聖吾のキックオフで後半戦開始。これを立命館森山高校リターナー0番久保一周が10ヤードリターン。攻撃権は白のユニフォーム立命館森山高校、自陣30ヤードから後半最初のファーストダウン10の攻撃開始です。森山高校クォーターバック7番貞山明人からランニングバック0番久保一周へのパスが成功、4ヤードのゲイン。前半これがあのボールが浮いたりっていうことがあったんですけども、貞山選手修正してきましたね。立命館森山高校セカンドダウン6。さあセカンドダウン6、セブラス更新まで残り6ヤード。立命館森山高校ランニングバック21番磯部リヒトのランプレー、5ヤードのゲイン。立命館森山高校サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。ここはファーストダウンを確実に取りに行きたいところ。立命館森山高校ファーストダウン。立命館森山高校ランニングバック0番久保一周、左サイドを駆け上がりファーストダウン獲得です。ゲインは15ヤード。立命館森山高校敵陣に入り、敵陣46ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。立命館森山高校ランニングバック21番磯部リヒトがボールを持ちましたが、立命館宇治高校大会に1年生入ってきてますね。20番森本春樹がタックル、セーフティーが1ヤードロスを奪っています。スカムは11、1ヤードロスがありましたが、0番久保石選手中央に狙っていくが、これは捕まっている。タックルしましたが、67番、立命館宇治高等学校の西修和選手、2年生、立命館森山高校中央へのランプレー、113キロ、ランニングバック0番久保一周のランプレーで2ヤードのゲイン。停止しまして、3-1-9、ファーストの更新まで残り9ヤード。タックルしたのは立命館宇治高校ディフェンスライン67番西井修馬でした。立命館森山高校サードダウン9、9ヤード。燃えてきているの磯部選手が止めているが、後ろから追いつきました。立命館宇治高等学校、立命館森山高校クォーターバック7番金山明人、パスの構えからスクランブル、自らボールを持ち5ヤードのゲインです。金山選手が出ないと、立命館森山高校ファーストダウン獲得まで4ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウン。どうだろうか、ギャンブルなのか。
一人足らないんじゃないか、これ。まだ10秒ある。またこのタンエンプティーですね。ここで蹴っていく高山選手がバントキック。これ囲みたいですよ。まあ、ああいうプレーをするとここで攻守交代です。立命館森山高校フォースダウンはバントを選択。4回の攻撃でファーストダウン獲得できなかった場合、その時点で攻守交代となるため、4回目の攻撃権を放棄し、バントにより陣地を挽回します。立命館森山高校パンサー7番金山明人のバントにより、攻撃権は立命館宇治高校に変わります。立命館宇治高校自陣7ヤードから後半最初のファーストダウン10の攻撃です。まあ、ここは立命館森山さん狙い通りといったところでしょうか。さあ 3x1、 さあここはランでいく。しかし立命館森山集まりが早かった。立命館宇治高校ランニングバックに17番宇治郷優斗のランプレー。優斗選手2年生でした。2ヤード前進。タックルしたのは立命館森山高校セーフティー5番青木俊でした。立命館宇治高校セカンドダウン8。立命館宇治高校ランニングバック27番出雲優斗のランプレー。出雲選手のランプレーでした。そうですね、ここでターンオーバー取れると大きいですね。ただ立命館宇治高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード。ランで様子を見ているような感じなので、ターンオーバーを起こすためにはファンブルフォースしていくしかないのかなと。さあ、サムアシッツゴールしてパスやっていく。井口選手やっていた。立命館宇治高校パスをパスを獲得。今日は大和選手3人生でした。クォーター半ばになりましたので、水分補給のタイムアウトにします。さあ、ここで水分補給をしてください。ほとんど時間過ぎましたので、ここでフィールド上は選手の健康管理のためレフリーによりましてウォータータイムアウトが取られます。先ほどパスをキャッチしましたのは立命館宇治高校ワイドレシーバー82番清原大和でした。感染している保護者の皆様、関係の皆様が傘を差したりカッパを着たりと雨の対策を今問われております。ますますちょっとね、ランで勝負しに行くようなゲームになるかもしれないので、どういう展開になるか。まあ、今のところね、大きくウォータータイムアウト終了です。パスに影響するような。立命館宇治高校自陣21ヤードからファーストダウン点ではなさそうですが、ランでくれ。ボールキャリア88なんですか。また新たなランナーが出てきましたよ。88番磯橋光大選手2年生でした。タックルしましたのは立命館森山高等学校の5番。立命館宇治高校ランニングバック88番磯橋光大のランプレーで1ヤードゲイン。続いてセカンドダウン。さあ、ここも88番持たせる。立命館宇治高校ランニングバック88番磯橋光大のランプレー。ホームゲインでしたね。これはゴール前に敵地2ヤードまでボールを進めました。70ヤード以上を走り、ゴール前2ヤードまでゲインをしています。立命館宇治高校ゴール前2ヤードから4回の攻撃。ファーストゴールキーボール。ジャボリー・ウィリアムズ、ジャボリー選手を見てますね。パナ
サミックインパルスのディフェンスライン。さあどうだ、ここはどうだ、インターセプトです。インターセプトがスリーシュートになります。ターンオーバー、投手交代です。立命館宇治高校ゴール前にヤードからパスを投げましたが、このパスは立命館森山高校コーナーバック24番東山くんがインターセプト。攻撃権は立命館森山高校に変わります。エンドゾーン内でインターセプトをしましたので、これはタッチバックとなり、攻撃権変わりました。立命館森山高校は自陣20ヤードから攻撃開始です。なんとかしのぎ切りました。ここからまずは1本返したい。大きいですね、ここでね、止めたのは。さあ、まずは0番、久保井選手に中央を持たせるが、67番のこれは西井選手ですね。西井修馬選手、立命館森山高校、中央へのランプレーを試みましたが、立命館宇治高校、ディフェンスライン96番登場、なお67番、西井修馬らの集まりが早く、3ヤードのロスを奪っています。立命館森山高校セカンドダウン。さあセカンドダウン12ロングシチュエーションでありますが、ただやっぱりランも出したいっていうのがあるんですよね、きっとね。さあランフェイクプレーアクション、パスフリーで空いている16番甲斐選手、しかしパーサーに立命館森山高校パス投稿。クォーターバック7番金山明人からタックルしておりました。ワイドレシーバー18番森江大成のパスでした。ゲインは10ヤード。ジャボさんこんにちは。この EL が立命館森山高校サードダウン。そうですね、ジャボさん。ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。チャンネルを見てるということ自体がびっくりなんですが。さあ2番1サードダウンは。立命館森山高校の攻撃でしたが、立命館宇治高校ディフェンスライン11番竹本慎之介がタックル。久保井選手のパントで大きく戻していきたいところ、4ヤードのロスを奪っています。立命館森山高校フォースダウン。立命館森山高校コースダウンはパントにより攻撃権を放棄。パンター0番久保井修のパントを立命館宇治高校リターナー10番林一からが約3ヤードリターン。ここで攻守交代です。攻撃権は立命館宇治高校自陣47ヤードからファーストダウン10。中央ランディング3ヤードほど前進しております。ボールキャリアはこれは27番ですね。立命館宇治高等学校27番出雲優斗選手2年生でした。やめまちさんから3本というねコメントも入っておりますが、3年生クォーターバック、立命館宇治高校セカンドダウン。抜けていく、いいですね、今もうまさに話そうとしている。立命館宇治高校ファースト、やっぱりこう持ち上げるラーめちゃくちゃいいですね。抜けるランはコーダーバック7番小西左門のランプレー、ファーストダウンを獲得です。立命館宇治高校敵陣
さあここで第3クォーターが終了しております。第3クォーター終了です。第3クォーター終了です。立命館宇治高等学校21点、立命館森山高等学校は0点。ここで第3クォーターの終了です。